太い電線がない場合、細い電線を束ねて使えるのか実験しました。ブレーカーの一次側電流は約20アンペアです。ブレーカーの二次側電流も約20アンペアです。 KIV1.25 スケア1本の電流を測ります。約5アンペアです。残りの3本も約5アンペアです。結果は同じサイズの電線の場合、均等に電流が流れました。次は 5.5 スケアと 1.25 スケアの電線を束ねるとどうなるのか見てみましょう。2本束ねて測ると電流は約20アンペアです。 5.5 スケアだけ測ると約16アンペアです。 1.25 スケアだけ測ると約4アンペアです。太さが違う場合、太さに合わせて電流が流れました。内線規定でこのような使い方は禁止されています。